西陣交流高校。3回戦、そろそろ両チームともに連戦の疲労が見えてくる頃ですが、頑張ってほしいところ。ここまで勝ち残ってきたのはまぐれではありません。一塁側はパワフェスチャレンジャーズ、対するは自らを神と称する須崎選手が導く投手力と守備力に優れたチーム、詩人交流高校です。さあ、パワフェスチャレンジャーズ対詩人交流高校、3回戦も私と一緒に見守っていきましょう。まもなく試合開始です。アレックス選手がマウンドに上がります。ストンと落ちるスプリットと右打者の外角へ逃げる高速スライダーで勝負します。さあ、注目のゲームが始まります。バッターは1番内山選手。投げました、打った、ファール。ボールカウントはノーボールツーストライク。インコースのボール逆方向へ、三塁線惜しくも切れてファール。打った、強い風が吹いている、ヒットになります。安打を許します。ノーアウトで先制のランナーが出ました。そしてバッターは椎名選手。引っ張った、これはヒットになります。内山選手二塁回って三塁へ、アレックス選手ヒットを打たれます。ピンチを迎えます。そしてバッターボックスは白石選手。投げました、打った、宝塚選手ボールを掴んで、記録はヒットになりました。うーん、ピンチを広げています。そして迎えるバッターは大津選手。打ちました、痛烈な打球、ワンバウンド、ヒットになる。続いて二塁ランナーもホームイン、詩人交流。今の先制の場面リプレイでご覧ください。ピッチャーは須崎選手。回転数の多いストレートと左打者の胸元へ鋭く切り込むシュートが武器です。さあ、矢部昭雄選手が打席。さあ、初球打ちました、流し打ち、ファール、カウントワンストライク。投げた、打ちました、カウントツーストライク。打ちました、打球が風で流される、ヒット、ボールが転がっている。中継を挟みます。矢部選手ツーベース。ここはきっちりとランナーを送っていきたい。初球打ち、引っ張った、ファール、ライナーが左に切れていきます。打ちました、痛烈な打球、ワンバウンド、ヒットになった、ボールが転がっている。パワーフェスチャレンジャーズ1点返しました。3塁へ送球、宝塚選手タイムリースリーベースヒット。打席、第1球、投げた、ストライク、膝元厳しいところ、伸びのあるボール、外角低め、空振り。東堂選手早くも追い込まれています。いい当たりが飛んでいる、ワンバウンドヒット、パワーフェスチャレンジャーズ同点、2対2。東堂選手タイムリーツーベースヒット。たゆまぬ努力で3、まずは初球外れた、ボール、カウントワンボール。第2球を投げました、打ちました、ライト前進します、取りました、サードへ送球。なおもチャンスが続きます。第1球を投げました、渾身のストレートはボール、カウントワンボール。投球これから2球目、打ちました、痛烈な打球、内山選手バックします、ヒット、ボールが転がっている。パワーフェスチャレンジャーズ勝ち越し、3対2。
リプレイで勝ち越しのシーン、抜群のリズム感でタイミングを取るガルシア選手、持ち前のパワーと俊足で長打を狙います。第1球を投げました。低め決まってストライク。打ちました。痛烈な打球、ワンバウンドヒット。水月選手一気にホームへ。パワーフェスチャレンジャーズリードを2点に広げます。4対2。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただきます。繊細な投球と送りバントなら1球でしっかり決めたい。投げた、打ちました。初球打ちヒット。ガルシア選手送球の間にホームへ。パワーフェスチャレンジャーズリードを3点に広げます。5対2。天は大神選手に二物を与えました。潤沢な金融資産、そして走攻守、すべてこなせる野球の才能です。ここはきっちりとランナーを送っていきたい。初球を打ちました。強襲、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では1回が終了し、ここはしのぎたいところです。さあ、ここでバッターボックスは先ほどタイムリーを放っている大津選手、アレックス選手、点差もあるので気負わず、気負わず取って、これで3アウトチェンジ。では改め2回の表、ピッチャーを変えてきました。さあチャレンジャー、さあ1球目投げた、打った、ファール、ボールカウントノーボールワンストライク。いい当たりが飛んでいる、二遊間ライナー破ってきた、ヒットを放ちました。バッターボックスには俊足の矢部昭雄選手です。初球を打った、ヒット、レフト前ヒットになった。矢部選手安打を放ちます。今日これで2打数の2安打。低めのボールをさばくのがうまい宝塚選手が打席に立ちます。リードを広げておきたい。さあ3球目、見送ってボール、カウント2ボール1ストライク。第4球をスラーブ空振り、バッター追い込まれた。さあ仕留めに行くのか、打ちました、痛烈な打球、宝塚選手いいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。スプレーヒッター東堂選手が打席に入ります。畳みかけるチャンスです。インサイド見送ってストライク。投球3球目、インサイドへ、体近くへの投球。第4球を打ちました、痛烈な打球、ワンバウンドヒットになる。パワーフェスチャレンジャーズ、パワーフェスチャレンジャーズ8対2。先ほどの得点、彼らを次のステージへ導きます。さてヒーローインタビューのお立ち台には、今日のゲームで死闘を繰り広げたパワーフェスチャレンジャーズキャプテン、そして詩人交流高校の須坂南石選手、どちらの選手にも惜しみない拍手が送られています。素晴らしい試合でした。さあ次はいよいよ代表決定戦、パワーフェスチャレンジャーズはトーナメント代表の座をつかみ取れるのでしょうか。つい仕事を忘れてしまいそうな熱い展開ばかり。選手たちに負けないよう次の実況も精一杯頑張ります。